皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。松村北斗、ストーンズ、と上白石萌音が W 主演を務める映画。夜明けのすべて、公開中、より、撮影の裏側を切り取ったメイキング写真が公開された。月に一度の PMS、月経前症候群、で自らの感情をコントロールできなくなる藤沢さん。上白石。 パニック障害を抱えたことで人生が一変した山添くん、松村。職場の同僚として過ごす中で互いの生きづらさを知った二人が自分のことはどうにもならなくても相手を助けられることはあると支え合っていく日常を書いた本作。セオマイコによる原作小説ファンからは原作とストーリーが違うけれど 重要なテーマやメッセージは映画でも寸分の狂いなく同じ、原作の読後感と同じだった。本当に、と太鼓判を押しす声が多く寄せられているが、原作の印象を変えずに映像化するため、三宅監督と共同脚本の和田清人は、これは働くことについての映画であり、現実に生きづらさを抱える人たちが、言う。 モアや人とのつながりによってそれを乗り越えていく物語になるという二つの柱を軸に足本を開発。さらに三宅監督は主演の松村と城白石に直接会い、小説が持つ魅力や相違点について話し合い、二人の意見も取り入れながら脚本を完成させた。上白石は三宅監督や松村さんとは、 いつもいろんな話をしていました。映画とは関係ない話をしてゲラゲラ笑いあったかと思えば、これから演じるシーンについて新しいアイデアが生まれたり、会話から生まれたものがたくさんある現場でした、と、作品へのアイデアにつながる会話までもが生まれる三宅組の充実した撮影をぶりり帰る。 山添君と藤沢さんは友達でも恋人でもない同士のような関係を紡ぐが、劇中にある二人のやりとりについて、このやりとりだと恋愛的な要素が出てきてしまうのでは、と率直な疑問をぶつける松村と、それに応える監督の姿も見られ、演技をめぐる会話を含めた全ての会話を大切にし、チーム全体が心を開いて臨めた現場があったからこそ、 本作を特徴づける特別な関係性を書くことができたのだろう。実際に恋愛じゃなくても人は様々な関わり方で互いにケアし合えるということを丁寧に書いていた恋愛規範を微人も感じさせない主演二人の空気感が素晴らしい。など、三宅監督の演出をはじめ、松村、 上白石ら出演者たちの表現力の高さにうなる観客も多く見受けられた。さらに、山添くんと藤沢さんのこれから歩む道筋が見えてくる、大事な局面となるシーンがつまみかげされたクランクアップの日の知られざるエピソードも、クランクイン前には、その日その日の俳優の状態や天気にも臨機応変に対応できる。 ある種の懐の深さを持って臨みたいと思っていました。と心境を語っていた三宅監督だが、その日は一度差し込んだ太陽の光を猛う一度捉えようと撮影隊が待つことに。すると、スズメの戸締まり、2022年、で宗方壮太の、声を演じた松村が、呪文のようなものを唱えながら晴れを祈り始め、 一度がわっと盛り上がる場面があった。松村の祈りのおかげか、本当に奇跡のような美しい光が差し込んできました。山添くんが持っている何かが作用したんでしょうね、と監督が振り返るほどの素晴らしい仕上げ狩りとなり、自転車のシーン、山添くんにとっての変化の象徴で、美しすぎて理由もなく涙がボロボロ出た、と、 最も印象的なシーンとして挙げる観客も、時には自然現象に左右されながらも、スタッフキャスト一丸となってこだわった美しい日の光の描写にも注目だ。メイキング写真には、クランクアップ時の様子や職場である栗田科学でくつろぎながら話す松村と上白石、ベランダから指ハートを送る上白石、 そして撮影の合間に笑顔でリラックスする松村の姿などが収められている。さらには、栗田科学の一員として本作に参加した三井試験や旧安田茉らと楽しきな様子の上白石の姿もあり、和やかで温かい雰囲気の撮影現場を想像できる。そういった温かな空間で生み出された、 ユーモアや人とのつながりによって生きづらさを乗り越えていく山添くんと藤沢さんの姿を劇場で見届けよう。2月16日より、夜明けのすべて、副音声コメンタリー上映が全国の上映劇場で実施されることが決定。副音声では、映画本編に合わせて、松村北斗、上白石萌音、ね、 三宅翔監督による撮影時の裏話等、ここでしか聞くことができないエピソードを聞くことができる。副音声コメンタリー参加者、松村北斗、上白石萌音、ね、三宅翔監督。副音声上映開始日、2月16日より上映期間中対応。スマートフォンに、スマートフォンアプリ、アッドカスト、UD キャスト、 おダウンロードすれば誰でもコメンタリーを楽しむことが可能。副音声コメンタリーは字幕ガイドも提供。アスタリスクアッドカストアプリの詳しい使い方については、アッドカスト公式サイトの音声ガイドの使い方を参照のこと。どこで思いますかコメントセクションをチェックして次のビデオを見てください。